はい、本日もやってまいりましたぼちゴルクラブでございます。今時間何時ですか、まっちゃん。今が6時49分。ああ、いいですね。今日は久しぶりのまっちゃん登場ということで、よろしくお願いします。お久しぶりです。なんか今日朝来る時大変な事件になりかけたっていう。まあかけた未遂ですけどね。そうっすよね。危なかったですね。もうものすごい高速飛ばしてはりましたもんね。もう急がなければならない理由がありまして、理由がね、理由がちょっとここでは言えないんですけどね。そうですね、ちょっとね、まだね、はい、何されてるか見ながらね、何されてるか分かんないんで。そうですね。はい、ということで今日もねよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、それでは今日はインスタート10番、350ヤードパー4。あ、すごいことになってますね。あの奥は何なんだ。まずは右ドッグレッグということで、多分この辺から打つのかしら。おお、ナイスショー。いい球。ナイスショー。おーい。全然ど真ん中。グッドグッド。はい、朝からフェアウェイに残るという珍しい、私にしては珍しい。ただライが難しいぞこれ。つま先上がりの右足下がり。ちょっと左だなこれ。ありゃ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 、すげえ左行っちゃった。やっぱ引っかからなんだっけ、つま先上がりだと。はい、ご覧のように左に外すととんでもなくコロコロ行っちゃう。これ夏だからここで止まったけどもって感じですね。面白いが難しいぞここ。ちょうどいいんじゃない。はい、ふわっと上げましたが寄っていますでしょうか。あ、ちょっと行き過ぎてますが悪くはない。ナイス。惜しい。オッケー。2人とも B12 だけどね。いつもそうだよね。松田夫妻は B12 が大好き。はい、11番パー5 579。これがね、ぐるーっとこうソーセージのように巻いているホールなんですね。まずあの木の左を、右ドックなのでね、木の左。大丈夫か。大丈夫。全然ないです。全然木の右だけで。よいしょ。あ、でもやっぱりドローきついな。そう、やっぱね、これぐらいだったら全然。うわ、飛びすぎじゃない、あれ。うわー、かなり跳ねて奥行った。まあでも多分
よいしょー、いいじゃん。どうした、すっげー良くなったね。最高やん。めちゃくちゃいいやん。ありがとうございます。強烈な右サイドに置いてしまいましたと。奥突き抜けちゃダメなんだよな。ちょっと左引っ掛けたら、まあ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 いいでしょう。サード地点やってまいりました。残りが150の杭がありますが、まだ見えないんですけど、グリーン見えないんですけど、グリーン見えないんですけど、まだ引っ掛けるな。今日引っ掛ける。まだ次はでも。うん。まあいいんだよ。ボギー読んでいいんだよ。すみません。やばい？飛びすぎかもね。はい。やっとグリーンが見えてきました。あそこからこうぐるりーんとこう巻いて。やっと次4打で乗りそうですと。これは攻め方が難しいですね、このゴルフ場。アンジュレーションもきついですしね。うん、まあまあまあ、オーケーオーケー。だいぶスピが左は。うん、ナイス。そんなと思った、これは。乗ってると思ってたらライン。マジで？ちょっと切れたスライダー。お先です。はい。ナイスです。またもやボギー。今の行ったと思った。うん、ナイス、素晴らしい、よかった。おい、ナイス、ウェイ。